ナミさんこんばんは大和くんのお下がりをこちらに詰めて送らせてもらいますえっ、ー、とやっぱりね捨ててしまうのすごく寂しいなと思うのと同時にまあメルカリで販売っていうのも考えたんですけどもこれだけをね出品するとなるとこうやって大手間がかかるんで本当にまあ捨てるしかないなと思ってたところだったんですよまあでもこうしてねあの少しでもご縁のある方そしてナミさんに使っていただけると思うと まあ、正確にはナミさんじゃないですけどね <laughs>、あのー、大和さんの、あのー、お子さんにね使っていただけるのかなと思うとなんかこう救われた気持ちですね。本当にありがとうございままますすす送送ららせててもらいいいこんな風呂に入れて送りますはい、えー、ということでねあのー、魚河岸っていうお店ねお邪魔した際に、まあ、娘さんがお迎えしてくださったわけなんですけどもいやー嬉しいですねいやーあれを覚えててくれたんだなと思うと感動でございます。 ですね、まあもうあれですかね魚がしってお店にはお勤めじゃないのかなそれから魚がしって店も今回の長きにわたる時短営業などでね本当にご苦労されたのかなと思います平いそばのお店もそうですけどもね、えー、なんか小島本店かなんだか <laughs> 名前が言のよく分かんないんですけどもへいぎそばの店本当に新潟のね飲食店貴重な体験が すごくできましたありがとうございます。なんかやっぱりね、広島の隣が新潟だったらいいなと思いますよね。でも、広島の隣は島根ですからね。まあいや、岡山とかですけども、ちょっと上に行くとね、島根ですけどね。うん。またお会いできることを楽しみにしてます。あの、皆さんにも本当によろしくお伝えください。あの、幸せな家庭から幸せな家庭へ、お下がりのバトンタッチでございます。さあ、それでね、あのー、なんと言いますか。 うん今回、アメブロのニックネーム変更方法で、アメブロシリーズがグーッときますけども、これもなんかね、いいですね。アメブロのバイブルみたいな感じで、ナミさんがアメブロマスターみたいな感じでね、あのー、見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、こういったアメブロのいろんなね、テクニックとか、使い方とかね、裏話とかがまとまっていると、これからブログを書こうとする方ってのはそんなにたくさんはいないと思いますけども、まあでもね、一つの指針になると思います。でも、ご存知です。あの、吉谷さんがね、 ブログを毎日書き続けてもう2年ぐらいになるんですよでこれを10年ぐらい書いたらすごいノウハウになるんだけどなみたいな感じで相変わらずのコツコツやってるんですよねすごいっすね私もブログ書いてみようかなっていう風な気になっちゃいましたよあと吉谷さんはねやっぱ驚いたことに R34 自分の大切にしてる車を販売に出そうと思ってるらしいんですよねで今はね吉谷さんの車の値段が上がって2000万とかになってるらしいんですよでこれからゆくゆくは 3,000万4,000万に値段が上がってくるみたいなんで今が売り時だと思ったんでしょうね、うん、でもその車なんですけどもやっぱり惜しくなってね売らないかもしれないみたいになってきたんですよその気持ちのこう入れ替わりっていうかねああいうのがいいですねちなみに吉田さんの車のセールス動画やっぱりねその世界で人気でアクセスがかなり取れてるみたいなんですよね実際の問い合わせもあったんじゃないかなと思いますけどもね 私たちはインターネットによって出会い縁を深め信頼関係を作りまた共に歩いていくみたいな感じですかねうんいやーすごいな本当にありがとうございますステーキングはどうかなうんうんあと1日ですね暗号通貨もなんかいろいろ上がってますねビットコインちょびっと持ってたら本当にちょっとしたもんですよねでイーサリアムも私の読み通り50万に向かって私は100万ぐらいいくと思うんですけどねうん イイサリアムのの大大量量取取得得と,とビットコインの大量取得これもいつか、あのー、売り切って XRP と同じように資産にしていこうかなと思いますしね、うん、根底には体のがあるからちょっとね安心できますよね、えー、ということで気の合う仲間のナ、ね、ミさんと私のメッセージやり取りでございました舞姫大学いってらっしゃい